どうも皆さんこんにちは、沖縄の大学生星根です。さあ皆さんは本を読みますでしょうか。この前さ、星根チャンネルのコミュニティ欄でアンケートを取ったら、意外とね本読まない人が多いなとも思ったり、でも最近若者の本離れとか言われてる割には結構毎日本読むって人意外といるんだなとか思ったり、まあ星根チャンネルの視聴者は別に若者だけではなくて結構は40代50代の方が多いので、まあその辺の方がね毎日本を読むに投票してくれたのかなとも思うんですけれども、やっぱね、まあ読書の秋ということで本読んでいきたいなということでね、今日は私のね本棚の積読ですね。積読っていうのは読んでない本ですね。買った後そのまま積んでいるだけの本ということでありますけれども、積読の中からですね、私なんか数えたらめちゃくちゃ積読あるんですよね。本によってはさ、結構読むのに時間かかる本もあるじゃないですか。なのでね、途中でなんか違う本読み始めちゃったりすると、途中で読むのやめちゃったりするんですよね。なので、ちゃんと読んでない本の中から、これ面白そうだなというものをね、ちょっと厳選してきましたので、こちらをね、紹介したいと思います。とにかく読書の秋でですね、積読崩しっていうんですけれども、今まで持ってるけど読んでなかったという本をですね、一生懸命読んでいきたいと思います。今このカメラの裏側に本棚があるんですけど、今パッと見てなんかもっと紹介したい面白い本が何冊かあったんですけど、まあいいや、とりあえず今ね先ほど選んだこちらの本、何冊あるかな、12冊ですね、一挙紹介してまいりたいと思います。じゃあまずは小説から紹介しましょうか。まずこちら、図書館戦争ですね。図書館戦争、これなんかシリーズでブックオフでまとめ買いしたのかな。人気っていうか、なんかみんな読んでるような本なので、私も読んでおきたいなと思って、なんかちゃんと覚えてないけど、多分そのブックオフの年末年始のウルトラセールみたいな時に、読むかわかんない本を大量に買ってきたのではないかなと。多分そんな感じだったと思いますね。図書館戦争です。今私がここに持ってきたのは、よく見たら別冊図書館戦争ですね。これは、なんですか、図書館戦争のスピンオフみたいな感じなんですかね。これは恋愛小説になってるんだ。なるほど、なるほど。今、後ろの文章を読んでるんですけど、茨城県産26歳、図書隊員笠原育の迷える恋はどこへ行くって書いてありますね。茨城県産、まあ、パッとしないってことかな。うん。そういう、本なんですね。図書館戦争自体もね、読んだ。図書館戦争持ってるかな？ちょっともしかして別冊しか持ってない？とりあえずね、読んでみたいと思います。図書館戦争って映画になった？ドラマになった？なんか一時期めっちゃ流行ってましたよね。読んだことないので読みたいと思います。次！木宮丈太郎さんの、水族館があるですね。これは NHK でドラマ化されてましたよね。松岡茉優さんかな、誰が主演だったかな、ちょっと覚えてないですけども、市役所に勤めて3年、突然水族館アクアパークへの出向を命じられたユカ。イルカ科に配属になるが、そこには人間とのコミュニケーションが苦手な男、カジといたずら好きのバンドイルカがいた。数々の失敗や挫折を繰り返しながらも、へこたれず動物たちと格闘する女子飼育員の姿を選ぶ青春お仕事ノベル。ペンギン、ラッコ、水族館の人気者たちも多数登場ということで、これね、なんか知らなかったんですけど、シリーズ8冊か9冊かな、なんか結構めっちゃシリーズあるんですよね。なぜか1巻だけ持ってるので、読んでみたいと思います。面白そうですよね。なんか水族館の飼育員になりたいなって思ってたことがあった気がします。うん、はい。で、小説はこんな感じかな。あ、これも小説ですかね。高山一実さんのトラペジウム。これは、高山一実さんっていうのは、乃木坂46の人ですかね。そうですよね。人気ですよね。これは、本ためっていう YouTube チャンネルがあって、呼び乗りの匠さんと斉藤あかりさんっていう女優の人が、二人で、いろんな本を紹介していくっていう YouTube チャンネルがあって、そこでね、なんかこう、芸能人の書いた本が面白いとか言って紹介してた特集の時に、この本が紹介されてて、これも、なんだ、アイドルになりたいっていう女の子の姿をアイドルが描いたっていう小説なんですかね。なんかアイドルになりたいってね、努力するみたいな、そういうのって面白いんじゃないですかね。浅井亮さんの武道館っていう小説をこの夏休みで読んだんですけど、その小説もね、武道館を目指すアイドルの奮闘を描く小説なんですけど、ね、結構アイドルのね、様子って、なんですか？多分ドラマとしてね、非常に面白いものがあると思いますのでね、この本もきっと面白いんじゃないかなと、そう、だから、その YouTube チャンネルで紹介されてたっておすすめされてたので、あ、じゃあそれはね買っておこうということで、結構トラペジウムってね、なんか若い人が読む小説ナンバーワンみたいな感じでなんか人気になったそうでね、普段は小説なんか読みませんけども、乃木坂46が好きなのでこの小説読みましたみたいな、多分そういう方も多いんじゃないかと思いますのでね、あ、じゃあ私も読んでおこうということで、購入したわけであります。で、まあそんなこんなで購入したのにまだ読んでなかったということなので、早くね読みたいと思います。本をさ紹介する YouTube チャンネルみたいなのをよく見るんですけど、その1本のね動画でね5本ぐらい本をおすすめされるので、読
みたい本がもう5冊ぐらいできるじゃないですか。この本おすすめみたいな情報はたくさん入ってくるのに、自分が本を読むスピードが追いつかないので、まあ家に積んどくが溜まっていくと、まあそういう仕掛けなわけですよね。私は、お金がなくてもちろんね、食費とかは節約してるんだけど、なんか本を買うお金は、なんかこう自分にとって必要な投資だというふうに、まあ、無理やり自分の中でそういうふうにね、理屈を付けをして、本は買っちゃえみたいなね、ことになってるので、あんまり良くないと思うんだけれども、結構ね、本にはお金をつぎ込んでしまっていますね。まあでも他にあんまりなんか趣味もなくて、いや本当はさ、電車に乗って旅行するのとかが趣味だったんだけど、沖縄にいたらそんなことできないじゃないですか。なんだろうな、なんかやっぱ東京で遊ぶのが趣味だったので、沖縄にいたら別に何も面白いことないんですよ。だから本を読むしか面白いことがないわけですよね。なんか海でダイビングしろよとかね、今みんな思ってると思うけど、私あんま外出すの好きじゃないんですよ。で、ここからあとは、なんていうか新書とか、こう単行本みたいなやつですね。あ、これね、ヒロインたちの歌。これなんか前紹介した気がするな。アイドルソング作家23組のインタビュー集ってことで、日本の、いろんなアイドルの、作曲家ですよね。アイドルに曲を提供してる人たち。AKB とか、ベビーメタル、ももクロ、ジュースジュースはハロプロですよね。ハロプロとか、あとはなんだ、東京女子流とかね、ネギッコとかね。そういえばネギッコのね、なんかね、ネギッコの活動についてね、迫るドキュメンタリーみたいな本がね、あるんだけど、それも積んどくだな、そういえば。まあ、結構アイドルのね、文化みたいのを、なんですかね、こう、単純なさ、アイドルファンとして、あ、かわいい、頑張れ、みたいなのとはまた別で、なんかそのアイドルっていう文化に、非常に関心を持ってるので、日本のね、特殊なアイドル文化を考察する上で、やっぱこういう本も読みたいなと思って、こう、アイドルに曲を提供する、人たち、だから音楽家の人たちへのインタビュー集ですよね。星部翔さんとか、児玉めこさんっていう、ハロプロに楽曲を提供してる人とか、あと、ももクロに提供してる人、名前なんつうんだっけ、奈良崎さんか。あとは、なんかこう、知ってそうな、人たちを何人か読んだだけで結局読んでなかったので、ちょっと全部読みたいですね。はい、でこれ次、あ、これはねこの前買ったばっかの本で、すぐ読みたいと思います。今読んでる本が読み終わったらすぐ読みたいなと思ってるんですけど、今読んでる本を読み終わったら読もうとか思ってると、なんか結局いつまで経っても読まないことになっちゃうので、早くちゃんと読みたいですね。これはガチでね、いい本らしいですよ。失敗の本質っていう本なんだけど、まあ、ここにね、各界のリーダーが絶賛っていう風に帯にいろいろね、小池百合子とか、まあ、いろんな人がね書いてあるわけだけれども、これはね、日本軍の組織的研究というサブタイトルがついてまして、まあ、要は、まあ、読んでないから何が書いてあるのか分かんないんだけど、大東亜戦争における諸作戦の失敗を組織としての日本軍の失敗と捉え直し、これを現代の組織一般にとっての教訓、あるいは反面教師として活用することを狙いとした本書は、学際的な共同作業による戦後初の社会科学的分析であるということで、まあ、要は、日本軍が暴走して日本はいろいろミスってしまったんだけど、なんで日本はそういう失敗をしちゃったのだろうかっていうことをしっかり分析することで、ここにね、帯にも書いてありますけど、今のねコロナ禍においても日本上層部の言葉の曖昧さは変わらないとかね、結構厳しいことが書いてありますけども、まあそうですよね。まあなんかその日本ならではの、まあなんですかね、やっぱこう、まあ日本の悪いところは何なのかっていうのが、まあ分析されてる本なんでしょうね。読んでないからわかんないけどね。で、なんでこれを買ったのかっていうと、結構ね、政治とか、そういう社会学みたいな本を読むんですけど、そういう本を読むとね、失敗の本質という本に書いてあるように、まあ、こういうことなんでしょうとかね、結構引用されてるんですよね。よく話題に上がってて、今のね、政治はまさに失敗の本質に書いてあるような、ああいうことであるとかね、結構、よく話に上るんですよ。まあ、いわば社会学のバイブル的な本なんでしょうな。読んだことがないので、じゃあ失敗の本質読んでおこうかなということでね、購入したという次第です。これね、文庫本になってるので、お求めやすいかと思いますので、ぜひね、皆さんも読んでいただければいいのではないでしょうか。はい。で、次、これね、去年の夏休みかな、本を購入したので紹介しますみたいな動画で、堂々と紹介したくせに結局読んでないっていう本なんですけど、東京芸大、天才たちのカオスな、日常ということで、やはり彼らはただものではなかった。入試倍率は東大のなんと3倍。しかし卒業後は行方不明者多発との噂も流れる東京芸術大学、東京芸大の人たちへのインタビュー集なのかな、これは。インタビュー集っていうか、東京芸大についていろいろ取材した本なのかな。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、芸大探訪記って書いてありますね。東京芸術大学について書いてあるというね。あ、面白そうですね。あ、これね、ぜひ読みたいなと願っています。よし、じゃあもうパッパと行きましょう。で、次ね、残念な教員、林淳二さん。これはなんだ、なんか古そうな本だからブックオフで買ったんだろうな、多分な。あ、なんか神保町とかの古本屋さんで見つけてきたのかもしれませんけれども、うん、かつてはね、神保町の古本屋とかね、東京に行くたびに、ではないけど、結構よく行ったものです。ね、
まあ学校教育の失敗学、まあなんかこの本に何が書いてあるのか分かんないけど、学ばない教員、学べない教員とかね、コミュニケーションが不全教員とか、結構厳しい言葉が並んでますけど、なんでこの人学校の先生知ってるんだろうみたいなのって、ありますよね。多分このタイトルにね、共感というか、めちゃくちゃ惹かれてね、購入したんだと思います。まあ、なんか日本の教員の質をね、上げられたらいいようですよね。うん。次。好きなことだけで生きていく、堀江貴文。堀江門の本ですね。まあ、別に堀江門好きじゃないんだけど、好きじゃないって別に嫌いじゃないですよ。なんか、堀江門のファンではありませんってことで、一応言っときますけど、本を買ってるっていうのはその本の思想や、考え方に同意してるってわけではなくて、あくまで知見を取り入れるために読んでるのであって、この本を読んだからこの本に書いてあることに完全同意していますとか、そういうことではないですよ。政治家の本とかもね、今日はないけども、別にその人が好きだからその人の本を読んでますって、別にそういうことではないということですね。はい。で、これが好きなことだけで生きていくですね。これはなんか途中まで読んだ気がする。もう上に埃が溜まってる。わー、まあなんか YouTuber みたいな感じの、ね、タイトルですけれども、まあ、参考になることはね、あるんじゃないかなと思いますね。はい、次。奇跡の軽自動車、ホンダはなぜナンバーワンになれたのか。これはエネボックスかな。なんだかよくわかんないけれども、縦割り組織から横割り組織へとかね、組織改革とかで、なんでね、ヒットする車を作れたのかっていう本ですね。あ、これ読んだことあるな。わかんないな。読んだことある気がしてきた。これ、積んどくじゃなくて読んだかもしんないけど、でもなんか読んでない気もするな。途中までは読んだ。最後まで読んだかちょっとわかんないし、何書いてあったのか覚えてないから読んだのかちょっとわかんないので、まあ、とりあえず読みたいと思います。はい。で、次、これ、繊細さんの本ですね。これね、私が一人暮らしを始めるときにお母さんが買ってくれた本なんですけど、まあ、なんていうかね、周りに機嫌が悪い人だけで緊張する。疲れやすく、ストレスが体調に出やすい。まあ、ストレスが体調に出るってことはないけど、まあ、結構ね、細かいことが気になるとかね、まあ、なんていうの、部屋汚いくせに何が細かいこと気になるんだよって感じなんだけど、いやいや、違うんですよ。なんか人間関係とかね、結構あんまり得意ではないので、ここはね、読んでみると面白いなと思うんですけど、なんか、面白そうな章だけ読んで、結局最初から最後まで読んでないと思うな。これもね、ぜひ読みたいなと思います。なんかこれもなんか、2年前ぐらいに本屋さんのさ、売れてる本ランキング1位みたいなところに載ってたような本だと思いますね。なんか結構これも話題になりましたよね。うん、で、次、ポストコロナ新しい世界の教科書、高橋陽一さんと渡辺哲也さんという方が書かれた本ですね。これね、大学の授業でね、参考書みたいな感じで、これ読んでみてくださいねって言われて買ったんだと思ったら、なんかこれともう一冊本を買って、まあ合わせて3000円で結構な出費だなとか思ったことを覚えていますけれども、なんか大学入ったばっかだったからね。まあでも、面白そうな本なのでね、買ったんだけど、結局途中までしか読んでないよな。読んだんだっけな。いずれにせよ内容を覚えてないので、読んでないに等しいと思いますね。まあ、でも途中までは読んだ。最後まで読み切らなかったってことだと思います。で、次、日本人の勘違い英語。なんか、これはね、この前帰省した時に実家の本棚のなんかいらない本持ってきなとか言われて、持ってきたんですけど、なので、私が買ったっていうか、多分お母さんが買ったのかな、よくわかんない。家の本棚にあった本をパクってきたんですけど、What's your name? お前の名前は何だと聞こえます。なるほどね。What's your name? でね、あなたのお名前は何でございましょうみたいな感じで、ね、習うわけだけれども、いやいや、それは違うんだよというようなことで、日本人が、まあ、勘違いしてね、覚えてるような英語は、まあ、実はあんまり適切ではないよというようなことが、教えられてるわけですけど、まあでもそもそもね、小学校で習うような英語すらね、ろくに覚えていない私が読んだってね、あんまり面白いも何も、だってそもそもみんなが勘違いしてる方の英文すら理解できていないのに、勘違い英文ですとか言われてもね、何もピンとこないんですけども、まあでもイラスト付きでね、書いてあるので、これもね、ぜひ読みたいと思います。ということで、私の積んどく本12冊一挙紹介でした。思ったより長くなっちゃったな。ということでね、また、機会があればいろいろ紹介していきたいと思います。ありがとうございました。星ね星ね星ねチャンネル見てくれてありがとう。